お尻が男性に寄っていく寄っていくみたいな。もう何を言ってんだこいつらって思われる。今の愛に求愛だよ、今の愛に求愛だよ。ありがとうございます。こちらこそありがたいチャンネルだと思います。いやいやいや、だからちょっとこれからね、はい、レゲエダンサー志したいとか、まあ逆になんかファッション入りでもいいよね。あ、そうです ね、うん、俺ファッションのやつと結構好きだから。本当ですか。もっとやってほしいです。やります。ああ、ちなみにもう一個ね、はい、これテーマで用意したのがあるんだけど、はい、もうこれ俺ずっと気になってたことあるんだけど、ワイニーってさ、クラブで、はい、パーティーで、さっきも言ったけど男女でやること多いよ、はい、男性こっち向き、女性こっち向きでお尻と腰を合わせる、はい、うん、ね、こういう説明ぐらいしかできない。言語化するとちょっと、そうなんだけど、はい、あれさ、やっぱりさ、そのカルチャーを知らないっていうか、レゲエ関係ないとか、うん、まあ異性の普通の友達とかあるじゃん、はい、うん、これ友達とかとできる、ワイニーを、そう、まあ、できる、できますね、できますね、できる、はい、できます。それはでも分かってる人同士でしょ、当然。そうですね。そうだよね、うんうんうん、それがその変な意味じゃなくて、一つのダンスとか、一つのなんていうの、まあ、エンターテインメントとか、儀式分かんないけど、っていうのが分かってる人だけだよね、はい、そうですね。なんかやっぱりそのレゲエって特にまあそのヒップホップも一緒なんですけど、うん、そのリリックとかをすごい歌詞を大事にするんで、ね、大事にしてるよね、うん、ギャルチューンでよくワイニーするんですよ。女の子の歌とか、うん、そういう、まあ、内容の歌に、うん、でじゃないとワイニーしないんですよね、逆に言えばね、はい、うん、だからそのこの曲がなんて言ってるのかとか、逆にすごいハッピーなことを歌ってたり、すごい悪いことを歌ってる曲ではワイニーしないので、うんうんうん、そのワイニーするような曲がかかった時にワイニーするっていう意味ではやっぱり理解してる者同士が多いかもしれないです、ね、はい、この曲来た、あーしやろうみたいな、ね、みたいな、ワイニーチューン来たみたいなので、こうそこにいた友達とワイニーするっていうのは、まあ私は少ないですけど全然あります。なるほど、私は少ない、私はあんまりそんなにしない。でもやっぱさ、女性と男性だから言うても、うん、まあ、生理的みたいなさ、多少選ぶじゃん、はい、選びます。そうだよね、そのでも清潔感ない人とは嫌だよね。嫌ですね。私結構それちょっと厳しいタイプで、嫌な人から来たらもう押したりします、やめてみたいな。それね、でもアメリカでも普通。あ、やっぱりやっぱそう、選びます人。でもちなみに、まあ、そのもちろん友達だったら、はい、友達を選ぶってことはないよ。友達の中で選んでるわけじゃなくて、全然知らない人だった場合ってことでね、はい、なんだけど、さ、ちなみになんだけど、俺はちょっと特殊で、俺ずっと長い間ニューヨークいたじゃん、はい、でニューヨークではニューヨークの日本人同士ね、はい、やる、ワイニー全然やる、友達同士で、でも日本に帰ってきて日本の友達とかと、はい、まあ、友達がまあ仮に分かってたとしてもね、うん、やるかやって言われたら、うん、基本的にはやんない、てかほとんどやったことないと思う、日本で してくる人もいないし、あー、うんうん、あれ多分女性からだよね、ほとんどね、ほとんど、あ、でもそうだよね、うん、まあ、でも男性もあるのか、こう寄っていくというか、そうだよね、そうだよね、うん、寄ってく感じだよね、うん、そうだよね、そうだから、もうお尻から寄ってくるみたいな感じだよね。お尻が男性に寄っていく、寄ってくるみたいな。もう何を言ってんだこいつらって思われるかもしれない。でもそう、お尻が寄ってくるのよ。はい、そうです、ね、そう、クラブにいると、そうです、そうです、うん、はい、でもそれはなんかそのレゲエのカルチャーの中だと、そういったいやらしい意味っていうのは、まあまあいやらしい意味がないっていうとちょっと語弊あるけど、うん、 でもあれはカルチャーだからね。そうですね、うん、だからパッてそれでワイニーやって一緒に踊って、じゃあねみたいな、全然、うん、ありますね、あるよね、全然あります。そうで、まあそのニューヨークのダンサーの友達とかいっぱいいるわけよ、はい、でそこたちはもう俺のパーティー行った時に、はい、まあそういうのやったりとかするんだけど、うん、でも日本の友達はやらないっていうね。でこれ、うん、その確かに本人たち同士が分かってるか分かってないかっていう問題もあるじゃん。ありますね。あとでもそこよりも俺の中で大きいのは周りだよね。あ、うん、例えばさ、ニューヨークの友達とね、はい、
あのワインにしてて、でも別になんていうの、なんていうのかな、乾杯してんのと全然変わんない。あー、うん、まあ、もうちょっとライトな感じですよね、うん、でも例えばだけど、じゃあ俺はパーティーでじゃゆりちゃんとワインにしてたら、その全く知らない人が見たら、え、なにあの女の子とできてるの、絶対になるじゃん。なりますね。なるじゃん、はい、そうそうそう。だからもうそれはもう めんどくさいっていうか、もう分かってるから、うんうん、全員レゲエの人だったらいいよ。そうですね、そうそうそう、分かってる世界でも。そう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 。でも俺ほら全員レゲエの現場ってほとんどいないから、うん、そうなんで、だからすごい難しいよね。そうですね。なんかそもそも私で言えばそのダンサーなんで、うん、やっぱこの曲かかってワイニーしたいって思った時に、まあ、ダンサーの男の子がいて一緒にワイニー、はいはい、ああなるほどなるほど、相手もダンサーだったりすると、ね、が多いのと、はいはいはい、もしくはやっぱりその自分がいいなって思った男の子がいたりとか、うん、まあ、向こうもそう思ってくれてたりしてるのか、だからそのパターンもあるから、あります、あるんだよ別に、あの本来そこです、本来そこなんだよ、そうそうそう、だから難しいんだよね。そうなんです。だからなんか例えばじゃあゆうりちゃんがワイニーしてきてたらって言って、必ずしも恋愛感情があるとも限らないし、いい、そうでもないかもしれないし、なんかそういう感じだよね。難しいんだよねあれね。でもやっぱスタートは本気の多分ワイニーから始まり、うん、今はそういうエンターテイメントワイニーって言い方したらあれなんですけど、楽しくやる、こういやらしい意味とか、こう求愛がないワイニーもあるよっていう感じですね。そうだよね。男から寄ってってるやつはあれは完全求愛だよね。そうですね。そうだよね。だから女から来る場合はあんまりそのそれをなんていうの、自分に求愛してるって思わない方がいいと思う。で、男が言ってる場合は求愛だよね、あれはね。もうほぼそれが多いんじゃないですかね、その可能性の方が高い。いいよね、このなんかさ、ちょっとやらしい話を遠回しに話すみたいな、あれ求愛だよねみたいな、普段言ったことないみたいな。今の愛に求愛だよね。今の愛に求愛だよね。で、ゲイダンサーの、うん、まあ恋愛事情じゃないけどさ、はい、例えばさ、そのワイニーを分かってる人じゃない人が、例えば付き合ってる異性で、はい、まあこれは男性でも女性でもそうだと思うんだけど、まあでも男性でもそっか、うん、ね、やってたら嫌だもんね。そうですね。そうそう、全然付き合ってる彼氏とか彼女がレゲエ関係じゃない人で、うん、嫌がられるみたいな。ていうか、そっか、でもじゃあその前にレゲエ関係だったらどうなのか聞こうか。例えば、じゃあ、うん、あのここが付き合ってたとして、はい、俺が思いっきりワイにしてるみたいな、他の女の子と。あ、逆もそうだけど、逆もそうだけど。私は目の前でってことですね。目の前、うん。私はあんまりそういう現場に出くわしたことがないんですけど、あの聞いた話によると、それでジェラスして喧嘩しちゃうパターンもあるし。あるよね。俺も見たことあるもん。あるよね。なんで他の女となんかイチャイチャやってんのぐらいの手順。それって全員レゲエ関係者でしょ？あの、ね、登場人物。そうだよね、はい。分かってるんだが。だけど、うん、でその。なんでしょう、自分のパートナーがやってるワイニーの相手が付き合ってることを知ってるかどうかもやっぱちょっと問題ですよね。だからその、なるほど、先輩が例えば自分の彼女とワイニーしてて、じゃあ先輩の恋人と自分がワイニーするとか、なんかそういうパターンもある。交換ってこと？なんかちょっとギャグ的なニュアンスで、ギャグね、はいはい、っていう、こう笑いに変えれる人もいるらしいんですけど、うん、まあ分かるよ、話によるとね、うん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 、けどやっぱりまあ五分五分ぐらいじゃないですか、喧嘩になるパターンも。ちなみに個人的にはどう？私は正直に、正直にもう私はあんまり見たくないけど。そうだよね、それが普通の感情だよね、あんまり見たくないけど、ね、見てしまったらもうそれはね、焼き餅はスパイスにするしかないですよね。なるほど、そういうことね、うん、なるほど。でもさ、でもこれ変な話、はい、あの別になんか掘り下げてね、はい、あの聞こうっていうわけじゃなくて、あのこれが良かったりするんだよ。そ、なんていうの、あのなんだっけ、火事と喧嘩は、うん、なんか江戸の花じゃないけど、ね、このやり取りでドラマが生まれて、ね、パーティーがさ、ね、面白くなるじゃん。そう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 、ね、そのなんかあんのよ、そういう。ありますね。まあ俺はさ、もう結構年齢もいっちゃったから、さすがにそういう、はい、なんていうの、ドラマにさ立ち入るってことなくなっちゃったけど、うんうん、はい、やっぱりね、若かったりとかさ、そういうので焼き餅焼いた焼かれたみたいな、これもパーティーのスパイスなんでね。醍醐味、そうなんですよね。そうなんですよ。はい。
で、それが分かってる人のパターンじゃん。そうです。分かってない人のパターンはもう最悪だよね。完全にもうやばいやつだよ。やばいです ね、 そうね。もう大喧嘩とかの話になるんじゃないですかね。隠す、やっぱ隠す人とかもいんの？でも付き合わないのか、そういう人は。一般の人とレゲエ関係者がってことですよね。そうそうそう、やっぱりなんていうの、まあ俺たちだったら、僕だったらちょっと柄悪いとかさ、いろいろあるけどもね、そのあるじゃん、なんかそのイメージというか。ありますね、うん、やっぱりでも理解されにくいジャンルではありますね。特に女の子のレゲエダンサーって結構やっぱセクシーな人が多いし、うん、でそういう、まあ、ワイニーとかもやっぱりする人の方が多いし、そういうところでこう一般の人からそのレゲエのカルチャーを理解した上でワイニー OK だよって思う人は少ないかもしれないです ね、 ね、うん、はい、そんな感じで今日はここまでです。いつも通りヒップホップアンザカルチャーチャンネル登録とワイニークイーンゆりのチャンネル登録、高評価コメント、インスタフォローもお忘れなく、お願いします。